3リットルベントレー3リットルはベントレーが1921年から1926年に製造した常用自動車である。ウォルター・オーウェン・ベントレーがベントレーを設立して最初に製造した製品である。開発に最初参考にしたのはギアトレーン駆動 DOHC4 バルブデスモドロミックを採用していた1912年製グランプリプジョーと ベベルギアバーチカルシャフトカム駆動サイチェシー4バルブの1914年製グランプリメルセデスでありメカニズムはメルセデスに極めて似ていた EXP1EXP2EXP3 の試作車を経て1921年から量産に入ったエンジンは内径ファイ3.1イン皇帝5.8インの水冷直列4気筒 排気量は 2994cc。圧縮比4.3のシリンダーヘッドとブロックはワンピースの中鉄製。クランクケースはアルミニウム製で出力は 70hp。トランスミッションは 4MT で、クロスレシオとアイドレシオが用意されていた。車種は極めて正当的な単造ラダーフレームに、ハンダエンリーフリジットサスペンションの構成であったが、リアークスルケースを リーフの上に置いたこと、ブレーキがリアのみながらフットとハンドの2系統になっていたのが特徴的である。ホイールベースは117.5イン。最高速度は80マイルパワー。ノーマルモデルはエンブレムが多い。生産台数はスピードとスーパースポーツを含めて1622台。6気筒板が6リットル。合計は4リットル。1923年に。 SU 製キャブレターを装着し、圧縮品を5.3に上げて 80HP に出力、向上したスピードが追加された。ブレーキは4輪に装備されるようになり、冷却系統にサーモスタットが組み込まれた。外観上ノーマルとほとんど異はないがエンブレムが赤い、ことで区別できる。1926年からは従前のスーパースポーツモデル、すなわち、 圧縮比5.6、85HP の仕様にスピードモデルの名前が使われるようになった。生産台数は513台。1925年に圧縮比を5.6に上げて 85HP に出力向上したスーパースポーツが追加された。外観上ノーマルとほとんど差異はないがエンブレムが緑であることで区別できる。1926年からは圧縮比6、 90HP となった生産台数は1922 8台1年にワークスチーム、ベントレーボーイズが結成され、最初のルマン24時間レースとなった1923年のルマン24時間レースにジョンダフ、フランク・クレモン組が、絶景ナンバー8で参戦、燃料タンクが壊れて、ガソリンが漏れたため優勝を逃したものの23時間を、 走破したあたりで、当時のコースレコードとなる、平均時速 107.328km を記録するなど実力を見せつけながら4位入賞した。1924年のルマン24時間レースには、ジョン・ダフ、フランク・クレモン組の8号車が、総合優勝した。1927年のルマン24時間レースには、スーパースポーツで、ダドリー・ベンジャー・フィールド、サミー・デイビス組が、 多くの車両がメゾンブランシュの玉突き事故でリタイアする中で幸運にもリタイアを免れ車種が歪んだまま走行を続けて総合優勝した。ありがとうございます。